リンリン、ハロー、パラレル、リンリン、パラレルのリントです。はい。皆様にお願いです。もしよろしかったら、こちらのチャンネル登録と、高評価、そして、ツイッター、インスタグラム、TikTok などの、各種 SNS、よかったら、フォロー、お願いいたします。はい。ということで、今日タイトルにもある通り、意味のわからない、動画かもしれないんですけども、ただ喋りながら、洗濯物を干すという、ただそれだけの動画でございます。まあ最近ね、なんだろう、日常動画よりはペット動画が多くなってきているので、日常動画的な感じでね、いろいろお話ししていこうかなと思います。ちなみにこれ Facebook にも先に多分上がってると思います。Facebook の方は多分先行で上がってて、これ、軽くオープニングとエンディングだけね、ペタッとつけて、編集されたものがアップロードされているかと思います。いやー最近ね、こうやってなんか動画を撮りながら家事だったりするのが一番楽でございまして、はい、洗濯物干したり畳んだりですね。いや最近あれなんですよ、ペットちゃんたちとのこう戯れの時にね、特に服とか考えずに着ていたらですね、なんて言うんでしょうか、服のこの襟元というか袖元か、襟はこっちだ。袖元がですね、うんちでやられていて、この間ひどい目に遭いましたね。あ、お気に入りの、マリオの T シャツです。私の T シャツはね、基本的に、柄物とか言うか、キャラ物が多めになります。基本シャツ1枚で私過ごすことがあんまりなくて、その T シャツだけっていう感じですね。で、無地の T シャツとかあんまりなくて、基本的には、なんかその上に、こういう、これ夏のやつなんだけどね、シャツを羽織っていることが多めですね。で、下はジーパンが多いかな。チノパンよりもジーパンかな。チノもちょいちょいあるけれどもって感じですね。で、ジーパンもね、こう数いろいろ買ってはいるんですけど、なんか履きやすいやつってやっぱりあるじゃないですか、ストレッチ素材のタイプのやつとかね。なので気づいたらね、そういうストレッチタイプの素材のやつばっかり買っちゃうのよね。なんかね、そういうのばっかり買うとね、結局そういうのばっかり。あと夏場はこれ GU で買ってるパンツですけど、こういう感じのね、これ逆だ、こういう感じのね、ちょっと足の方っていうか、こっちはねシュッとなってるんだけど、ここら辺は空気が入りやすくて、なんて言うんだろう、こうさらっと入れるズボンとか多いかな。あとはまあこういうの着がちだね、なんかシャツの上に軽くポンって。でしかも結構サイズ的にでかいオーバーサイズのものが多いっすね。こういうの楽なんだよね。楽なもの着がちです。皆さん服はどういう感じで選んでますか？よかったらコメント欄で教えてください。結構なんか着やすいので私は選びがちで、あとこれは友人がくれた和風なパーカー、この間配信の時に着てましたね。結構派手派手だよね、こうやって見るとね。はい、和柄にここになんか謎のシュシュみたいのがちょっとついてたり、ここにもそのシュシュみたいなのがついてたりするんだけど、まあ、フード被ることってあんまりないからね。これなんか、アクセサリー的なのがついててもいいかなと思うんだけど、若干これはどこで何のためのアクセサリーってなってるよね。何なんだろうって。はい。この辺には下着を干したり。夏用のパンツだね。こないだ洗ったやつだ。最近もうとうとう顔出しし始めちゃって、あれですね、本当に VTuber だった時の面影がないっすね。まあペットちゃんの動画を上げていることも多いので、なんかね、顔出しする方が楽かなってなりましたし、こう最近見てくれている方々が顔出しでもいいんじゃないって言ってくださる方が多くてですね、なんかその結果顔出し配信に
なってますね。まあいろいろとね最近ありましたけども、まあなんとかいろんなこと乗り越えながら前に進んでいってるなという印象ですね。タンスがなんか今きしんでたな、気になるな。これ畳むやつ、畳むやつ、あ、全然外じゃ着れないけど、ブラックマジシャンガールの T シャツ、これは外じゃ着れないね。着れてもそれこそ本当シャツの中に着るみたいな、オタクっぽいすぎる T シャツなんだよね。お気に入りはね、こういうユニクロのドラムのメーカーのパールのやつとか、あとは着やすいのはさらっと着れるのはあの GU でコラボしてたあのウルトラマンとか仮面ライダーのそんなに気にならないやつとかかな。まあでも基本 T シャツはねなんか中に着るから、なんか絵のついたものが多いですかね。それこそこれもデスノートのやつね、死神リュークが後ろについてます。あと最近買って気に入ってるのはこれかな。これ最近ってこと最近じゃないか、もう1年2年ぐらい来てるかな。これは海外並行輸入品でなんかアマゾンで見つけて買ったメトロイドの公式かどうかわかんないんだよね、多分公式じゃないと思う、ファンメイドのタイプだと思います。メトロイドが好きで、この辺メトロイドのグッズがあるんですけど、メトロイドのねあのデザインのパーカーを持ってるんだけど、このパーカーはオタクすぎてちょっと着れない、あのあれあれね、これ青いやつ、あれゼロスーツサムスって言って、サムスがねこういう姿になるんですよ、になった時にまとってる、なんだろう、プラグスーツみたいな感じのものなんですけど、それを模したデザインのパーカーなんだけど、ちょっとね真っ青すぎるのと、それ何のデザインですかってなりそうな感じだから、ちょっとね外で着にくい。買ったはいいけれども着たのは数回かな、なんかすごく着やすいものではなかったね。これなんでこんなにほこりついてるんだろう、わからんな。アディダスのジャージね、アディダスのジャージ、寝巻きとか室内用で着たりしてますけど、なんかすげえほこりついてた、なんでだ。最近ここの T シャツ畳んじゃうかな。これなんか怪獣マーチだかっていう、怪獣マーチか、怪獣マーチっていうやつで、東京のウルトラマンショップで弟が買ってきてくれましたね。弟優しいんだあいつ、本当にちゅっちゅいそうやってねお土産を買ってきてくれるいい子でございます。うん、ポーチ多いね、洗うポーチがね、この手前にもポーチだらけだもんね。まあ黒ごもんががいるとねポーチは定期的に洗って変えたりしてあげてるんで、するとどうしてもねポーチは増えていきますね。洗濯物干すのは終わり、あとは畳むやつをちょっとここに置いて残り畳んでって感じですかね。いやー、やっぱり喋りながらやると洗濯物干したり畳んだりが早くていいですね。なんかそれほど人気なチャンネルでもないですし、 YouTuber っていうにはこれで私は別に飯食ってるわけじゃないし、広告もまだ晴れている状況ではないので、昔ね YouTube のチャンネル登録者数とか関係なしに広告が晴れる時代っていうのは全然あったんですよ。再生数だったかな、あの時って多分で、再生数さえ良ければいくらでも
お金になるよっていう時代もあったんですけど、例えばテレビ番組とかアニメとかの無断転載がすごい流行っちゃって、でそれでね収集というか収益だけ得ちゃう人とかもいたんですよ、一時期。その結果チャンネル登録が1000名の、過去1年間かの、合計視聴時間が4000時間だったかな、超えてないと広告が貼れなくなったんですよね。で私のチャンネルは今480名ほどかな、チャンネル登録なので、まだ520人ぐらい足りないんですよね。で520人ぐらいの追加と再生時間に関してはですね、多分このまま状態で動画上げていれば全然すぐ達成するんですよ。3600時間ぐらいはもう行ってるんで、はい、ちょっと皆さん応援していただければなって思います。本当ね、YouTube にいっぱい動画上げてる分には全然余裕なんですけどね。動画自体は全然上げるの好きなんで、日常的なこういう動画も多分今後増えていくとは思います。まあこのリンリンパラレルっていう YouTube のチャンネルは、まあどちらかというと私の好きなことの垂れ流しにも近いんですけど、プラス、まあ、うちの子を見たいって言ってくださる方もより多くて、なんで最初の時とね、あんまりその辺は変わってなくて、最初 YouTube 立ち上げた時も、うちのリントちゃん、ドラクエのリントちゃんですね、のドレスアップって言って服が見たいって言ってくださる方が多かったんですよ、あの時も。で、服見てもらえるために YouTube の動画作って、で、プラス他の趣味もちょいちょい混ぜながらやってて、で、その後もリントちゃんが見たいっていう話になって、リントちゃんの服だとか、まあ、ドラクエをね主軸でメインでオープニングの映像にね入れてるんですけれども、でそれがちょっと過ぎた頃に VTuber になれるんじゃないかと思って、うちの子をね模して 3D を作って、でそしたら VTuber のアバターっていうんですかね、すごいメタな話ですけどアバターができまして、で、アバターができた後なんですけれども、その調子でアバター使いながらやってたんですけど、なんか、VTuber って、そう、メタイ発言か。ちょっと、そういう発言は、まあ、こう、ハットじゃないですけれども、グレーゾーンっていう時代でございまして、その時って。で、それって、ちょっと私的にはやりにくいんですよね。別に、私、普段の生活は明らかにしてもいいしっていう感じだし、しかも使ってる VTuber の側の方のね、外見っていうのがリントちゃんだったんで、で、リントちゃんを、まあ、使ってたので、そう考えると全然、それはそれで問題なしだったんですよね。で、まあ、リントちゃんだし、中の人は中の人で別だしっていうのもあると、まあ、VTuber 名乗り続けなくてもいいやってなって最近、で、しかも、その時にね、ハリネズミを飼ってる時代とかもあったりとかして、すると、やっぱりそういう子を見たいっておっしゃってくれる人も多くて、で、そういう動画も増えて、で、増えていって、で、今、フクロモモンガちゃんたちとかも増えて、まあ、ハリネズミがいたので3年、4年前、5年?もうそれぐらい前なんですよ。なんですけど、だから、そういう時から考えると、なんか、やってることはずっと変わらないんです。好きなことやって、うちの子見せて、で、こうやって喋って。で、今より一層見てくれる人が増えたので、この調子でいいかなって思ってます。まあ、こんな感じでね、日々動画アップしていくんで、よかったら見てください。あ、そう。今着てるパーカー、これね、以前作った自作の、うちの子のパーカーです。ここにリンリンパラレルのロゴがね、入ってるパーカーです。ここにも。リントちゃんがいるパーカーです。ちょっと自分で作りました。自作です。ほぼ無地で、ここにしかついてないんで、パッと見わかんないってやつです。はい。そんな感じ。まあ、よかったら YouTube のチャンネル見てみてください。これからもお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローもお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。